キングオブコント2023年無事終わりましたけども、はい、ご覧になりましたか？もちろん。はい、非常に盛り上がっておりましたよね。すごいですね。はい、ただね、何度言ってきたことか。またあれですか？はい、もう僕もやりたくないんですよ。やりたくないんです、僕ももうね、毎回毎回先輩方、ほとんど先輩方ですよ、ね、ネタに対してああだこうだ。 でもね、まだまだか、まだ言わないといけないか。今年もやります。キングオブコント2023年のネタ言い勝ちさせていただきます。はい、まあ、もちろんね、番組上は何かしら結果は出ていたようですが、毎度毎度のことですが、コンプライアンス違反があればそれはもちろん失格となりますので、ここで、正しい結果を私発表したいと思います。公式のルールですか？はい、これはもう公式です。あ、そうなんです。はい、コンプライアンスというのはもう社会のルールですから、はい、それに乗っ取ってないのはもう当然お話にならないということで。そうですか。はい、見ていこうと思います。はい、まず一組目、影山さんですね。もう超面白いコンビですね。もうね、もちろん先輩ですけども、もうフォルムから声からもう面白人間です、二人とも。もうもちろんネタは最高に面白いんですが、あのお二人は何をやってもきっと面白いね。ラビットとか出られてましたけど、やっぱ何喋ってても面白いね。でネタもですね、やっぱトップバッターというのはキングオブコントだけではなく、全ての賞レースにおいてまあ不利だと。そうですね。はい、トップバッターでラスト3組に残ったりね、優勝したりすることは本当に M1 第1回の中川家さんから一度もまだ実現されていないんですが、なんと今回ね、最後まで残り2位と。もう実質優勝と言ってもいいですよね。トップバッターで準優勝は快挙ですよね。ネタもね、1本目がもうこれはもう正直予選の段階からもう話題になってましたね。影山さんの特に1本目のネタがね、もうあれほど爆発力のある、もうバカバカしいけれど面白い、もう笑っちゃう、どうしようもないネタも、で当然ね、トップバッターでもすごいいい点数つきました。最高でした。ただ当然公然わいせつ罪です。まあそんな気はしたんですよね。もう皆さん当然そこやろと。まあそれ以外に、はい、人前で下半身を露出して言い訳ないやろと。ほぼ全然違うね。どうしようもないですね。うん、ちょっとごめんなさい、どうしようもなかったです。はい、すいません、影山さん失格です。続きまして2組目、日本の社長さん。はい、これも本当に面白かったんですよね。まあ内容としては当然傷害罪ということになるんですけども、早いですね。シンプルなんですけどね、よくあるシチュエーション、本当にあるあるの、特にコントでよくあるシチュエーションですけど、友達は殴って、本来殴り返すとこも一撃目からナイフでいくっていう、あれ一撃目からってのがすごいんですよ。あ、確かにね。やっぱああいう発展しちゃう、やりすぎちゃうコントでもやっぱ一発二発殴っちゃうと思うんですよ、コントの中で。一発二発殴って三発目にナイフ出しちゃうとかいうボケを多分ね、波の芸人ならやっちゃうんですけども、やっぱ日本の社長さん一発目にナイフっていうところが、僕はもう、あ、これはすごいなと思いましたね。で、もうほぼ、まあ、ボケとしては1個じゃないですか。それで、5分間、もう落ちることなく笑いが、最後まで膨れ上がっていく。なんてすごいコントなんだ。まあもちろん障害者なんですけども、失格は失格ですけども、そんなにさらっていうんですか？まあ面白かったですね。さらっていうんですか、今回は。ね。人をナイフで刺したり、もうあれ殺人未遂と言ってもいいですよね。まあ生きてるのがすごいですね。まあね、もちろん殺意あったんじゃないかな。殺意があったかどうか、まあ、あの特殊人間すぎてね、鉄さんが。何をやっても不死身という特
特殊な人間、まあ友達だからそれ分かってたのかな。まあ、ただ殴るだけじゃ効かないっていうのもあって、殺意はないんでしょうね、きっと彼にはね。ね、地雷踏ませたりしてましたけども、まあその特殊人間だという前提で殺意はなく、まあ障害なんでしょう。どちらにせよ、まあ怪我する程度のことなんでしょう。まあまあ違法は違法です。残念です。3組目、ヤダンさん。僕はね、正直、今回のキングオブコントで一番好きなネタだったかもしれないですね。好き、まあもちろん好き、面白いもそうですけど、感動しました、僕は。感動。やっぱ灰皿をね、ああやって使うって、アートの部分、そのネタを作る上でのアートの部分、発想ね。だって回転させて音を出して、だからああいう机使ってたんです。僕なんかえらくチープな机を使ってるなってすごい不思議だったんですよ、はい、いわゆる学習机ね。あ、そうです。ライブとかで使う学習机だったじゃないですか。でもキングオブコント決勝ならもっとちゃんとした机用意できるはずなんですよ。でもなぜか学習机を使ってるのが不思議だなと思ってたら、あの音のためだったんですよ。すごいですね。で、音が止まるのを待ってセリフ言うっていう、あれね、すごいアートですよ。もっとつくと思いました、僕は。あの発想に、しかもコントとしての完成度ももちろんめちゃくちゃ高いし、なんか、残ったものの、あれもっと点数つくと思ったら感動したけどなっていう。ねえ。まあ、怒られてる。だから悔しいんですよ。あんなに面白いコントできるのに、なんで人に灰皿とかペットボトルとか投げるんですか。そこが面白い。暴行罪ですよ、そのもう。許せない。許せない。許せない。いや。許せないです。人にね、ペットボトルとか投げつけるの、犯罪ですから。すごい完璧にしてる。許せないです。ヤダンさん、あんな面白いコントできる。失格です。4組目、カエル亭さん。いや、もうまだまだ進化するんだと、はい、カエル亭さんのコントはもうどんどんお二人のなんか人間力が増していきますね、うん、見るたびに。なんかもともとはな、とにかく発想が強烈なコンビっていうイメージだったんですよ、はい、やっぱ中野さんのキャラももちろんありましたけど、岩倉さんの脳みそを体現するようなコントだったじゃないですか、今まではね。それがなんか2人の人間味で笑わせるようになっていく。それにもう当然ね、発想があっての人間力が増すんで、もう無限に面白いじゃないかと。ということだって、あんな意味わかんないじゃないですか。卵寿司人間がね、寿司に強烈な思い入れがあって、初対面の振られた女性に寿司でマウント取っていくっていう、どういうこと。でもそれがね、なんか中野さんの演技が本当にそういうやつっぽく見えるから、その設定自体がなんかある種普通に見えるんですよ。こいつならこういうことしかねへんぞっていう、ありえるぞっていう、面白い、すごいですね。まあね、まあケーキ潰したのが気持ち、まあ過失なんじゃないかと思う、思うじゃないですか。で、僕も最初あれ見たときは、あ、過失かと。あの、故意じゃないと成立しないですから、過失で犯罪成立しないんですよ、器物損壊罪ね。だから過失かなと思ってもう一回見直したら、一回寿司で失敗してるじゃないですか。二回目でね、同じミスをするかと。いや、まあ、ミスに見せかけて、やっぱり故意でケーキを潰してったんじゃないかと。やっぱ寿司のことをバカにされたというね、動機もありますし、中野さんでしょうね。何か仕返ししてやりたいと。多いでしょうね。残念です。失格です。5組目、隣人さんですね。これはまたすんごいコントだった。キングオブコントってね、
動物になってるコントって全て名作。ああそうですか。はい、2700さんのキリンスマッシュであったり、日本の社長さんのケンタウロスのネタとか、あとバンビーノさんのね、なんていうネタですかあれ、ダンソンだ、ダンソンも動物じゃないですか。確かに。だから人、まあ、動物が一匹出てくる、全て名作、キングオブコントの世界では。でそれに並ぶ名作コントでしたね最初ね、うん、意味わかんないですよ、落語家がチンパンジーに落語を教える、意味わからんねん。でもその意味わからない設定もなんかスッと見れるというか、テンポもいいし、あれハケってね、暗転しないって結構な、なんか発明とまでは言わないにしろすごい工夫だったと思うんですよ。あれって日付変わる時で結構コントの場合暗転使いがちですけど、それはあのカンカンっていう、結構何日目でございますみたいな落語っぽいその演出をつけてね、つなげていったのもしびれましたし、もうオチの部分もね、お前が寄せるんかいからの、よりなんか本当に賢くなって覚えていくその友情というか師弟愛みたいなのが育まれていくとことかも、もうなんか美しい、面白い、やられたっていうコントでしたね。ただね、最後落語家さんがね、檻を開けて動物園のチンパンジー逃がしてしまうと。はい、これはね結構いろんな犯罪考えられるんですよね。まず当然、動物園の業務を妨害したということで、威力業務妨害罪。はい、あとはですね、まあ、これは、まあ、ちょっと考え方いろいろあると思いますけど、動物を逃がすという行為、これはですね、まあ、そのものの、まあ、動物はね法律上はまあ物とされるわけですけども、物の効用、効果、用途の用、効用を失わせたということで、まあ、器物損壊罪に該当する可能性ありますね。はい、そうですね、まあ、動物傷害罪というふうにね、まあ、法律、正しい法律用語ではないんですけども、そういうものに当たると思いますね。いや、どうですか、だって動物園でね、勝手に落語家ね、檻開けてね、チンパンジー逃がしたら、ほら、困るでしょ、動物園。困りますけど、大騒ぎですよ。まあ、確かにね、猿が。はい、結構危険ですから、それで人がまたお客さん怪我したりしたらどうするんですか。ダメです、失格です。そして6組目全問記来ました。直属の後輩ですね。あ、そうですね。なんと後輩がキングオブコントの決勝に出てるとはね、事務所の後輩が、いやー本当にすごいですよ彼らはね。もう若手の本当にコント師のホープ、スターです。でもう4年目で決勝まで行っちゃった。すごいですね。もちろんね、順位は10位と振るわなかったですが、これはもうすごいこと、4年目で決勝に出てあれだけちゃんと笑いとって、もう今後が楽しみというのはちょっとおこがましいぐらいですね。もう間違いなくどんどんステップアップしていくでしょう、そのコント師のトップとしてね。楽しみですよやっぱりね。でまあいいネタでしたね。でまあコントの中でね、まあお兄さん2人が喧嘩してて、高校生の荻野が巻き込まれていきますよね。殴るぞって言って収めるぞって言ってますけどね。恐怖じゃないですかね。害悪の告知に当たるわけですから、収めるぞ、収めてほしくないわけですから2人は。だって綾香という女性をね、はい、取られたくない、はい、収められたら神様にその願い叶えられてしまう。収めるぞって言われたら、それはもう害悪の告知ですよ。そっちもですか。はい、殴るぞ、殴るぞはまあ別に、ね、殴るぞはいいですか。殴るぞは別にってことなんですけど、だから脅迫罪に該当しますので、全問記も当然失格。はい、ね、頑張ってほしいです今後もね。そうですか。はい。
7組目、はい、ジグザグジギーさん。これはすごかったね。あんなネタをするんだね。しかも松本さんの前でっていうのはまた面白いし、もうあのあるあるをもう詰めに詰めて、でそれがちゃんとコントにもなる成立してて面白すぎない。あのコント自体も大喜利であるっていうね、大喜利の中でやるということなんですけど、そのなんかあるあるの大喜利も詰まってるっていう、なんか不思議な、なんか階層的なねネタを見たっていう不思議な気持ちになりましたね。あとその一本グランプリのナレーションの声うますぎないすごい、あれ誰がやってんの、すごい言いました、なんとかどうってな、あれうますぎない、すごい誰がやってんだろうね。出し方とか、あの松本さんのモノマネもうますぎない、めちゃくちゃ似てたよね、姿勢声のやり方笑い方とか。松本さんのコメント聞きたかったよね、あえて避けたのかな、あれは。確かにちょっと聞いてほしかったですね。あ、本人の前でやってるっていう面白さも乗っかってて、めちゃくちゃ受けてましたね。面白かったな。ただね、市長が、女性議員に不倫をしているということで、まあ、もちろん不正行為はこれあの民事上の不法行為に当たりますので、失格ということになります。そこあんまり覚えてないんですけどね、女性議員もね2度ほど不倫しているということで、はい、だから僕はねそこまで政治家に対してそういうことを求めるべきじゃないとは思ってるんですが、まあまあその奥さんからすればね当然不法行為なわけですから、まあリーガルチェックという意味では失格ということで。続きまして8組目ファイヤーサンダーさんです。今度は事務所の先輩、先輩後輩が2組渡辺から出てるってすごいんだ。渡辺もうコントの渡辺と言われています最近、正直、そのぐらいコントのレベルアップがされている、それをやっぱり引っ張っていってるのは間違いなくファイヤーサンダーさんです。ファイヤーサンダーさんがいるからその後輩たちもグッと伸びてきてると、一緒にユニットやったりしてますからね。でまあネタももう言うことない、崎山さんってね、あのモノマネ芸人を心底をバカにしてるんでしょうねあの一本だけじゃないですか、モノマネのネタって。他にもね面白いモノマネ芸人のネタがあるんですよ、まあ、知らないですよ、本当は違うと思いますけど、なんかそうなんじゃないかなと思わせるぐらいなんか面白いし、俺らがゼロからモノ生み出せるわけないやろみたいなこと言って爆笑を取っちゃうって本当に良くないことだと思うんですけど、でもやっぱ笑っちゃうよね。で僕はあの小鉄さんのねやっぱ声が好きなんでね、あのライブとかで見てください、小鉄さんの声ってなんかキーも声量もすっごい面白いね。崎山さんの格ネタ、小鉄さんのパワー、これがあってのファイヤーさんなんですよね。まああのね、まあ、強いて言うならね、名前が出さすぎる。それはまあ、あ、ちなみにこれ違法とかじゃないです。リーガルチェックの時間ですよ。違法ではないです。はい、名前が出さすぎる。オープニングでも適当な名前って言われてましたよね。ありましたね。笑っちゃいましたね。かっこいいオープニングのはずが、はい、あそこだけめっちゃ笑っちゃいました。面白かったです、ね。うん。名前が出さすぎる。はい、です。関係ないですよ。ねえ。ね。はい。ダサすぎる。ダサすぎるってことは。ダサすぎるな。ようやくここで一組残りました。ああ、大丈夫です。はい、ファイヤーサンダーさんリーガルチェッククリアです。おめでとうございます。続きまして9組目。サルゴリラさん来ましたよ。チャンピオン、まあ、チャンピオンですよ。はい、
サルゴリラさんはね、まあ、僕はいろんなところで言ってますけども、もう何年もね、あとは寝るだけの時間という又吉さん、向井さん、児玉さんのラジオを聞き続けてるリスナーですんで、まあ、これは嬉しかったですね。もう身内のように思ってますから、やっぱラジオリスナーとしてはね、ついに決勝に出ただけでも嬉しかったです。優勝しちゃうか、嬉しいですよね。あのマジシャンのネタでさ、いやもう本当になんかすごいシンプルじゃないですか、ネタとしては。もうテーブルマジック、動きも何もない、特殊な仕掛けがあるわけでもない、ただただ面白いこと言っていった。でもその面白さのセンスももちろんですし、お二人のもうやっぱ芸歴なんですかね、その技術とか、なんとも二人のあれもう幼稚園からの幼馴染ですから、サルゴリラさん、ね、二人の呼吸がもう完璧で、もう安心してお客さん大爆笑するみたいな。であれ暗転のとこ皆さん見返してください。特に何もせずにうんみたいな感じで安定するんですけど、それで大爆笑起こってるんですよ。別に面白いこと最後ドーンって言ったわけじゃないのに、安定だけで大爆笑起こってて、それだけ会場にドハマりしてたんだなっていうのは、もう僕ももうなんか今までね、すごい発想だなとか、すごい展開だなとか、ちょっと考えながら見て面白いなって見てましたけど、サルゴリラさんの時だけ何も考えずにゲラゲラ笑っちゃいました。うん、そうなんですよ。結局お笑いの原点といいますか、ただ面白かった、ただ腹抱えて笑ったがサルゴリラさんだったんで、もう過去最高得点の納得ですよね、はい、最高でした。嬉しかったですが、ルールさんね、マジシャンのルールさん、ルールはその大会の主催者が決めるのか、それともそういったルールを作る部署みたいなのがあるのかとおっしゃっていましたが、ルールは国会で作られます。そうなんでしょう。立法機関は国会です。間違いないでください。そのどちらかで、二択のどちらでもありません。ルールは国会で作られます。すいません、サルゴリアさん失格です。そこでそして10組目、ラブレターズさん、はい、いやー、ラブレターズさんも面白かったですね。下馬評ではですね、準決勝終わった時点での一番優勝候補で名前挙げられてたのがラブレターズさんだったんです。はい、で僕は準決勝の配信も見ました、はい、ラブレターズさん確かに優勝するかもと思ってました。日本ともすっごく面白かった。あのね、犬のネタももちろんそうですけど、はい、もう一本のネタ見たかったなっていうのが、もう一本のすごいネタだったの、あれ見たかった本番でね。えけどでも文句なしに面白かったですけどね。ねえ、結婚の挨拶に行ってシベリアンハスキーがいるとか、お母さんが壁ドンってするとか、なんかなんでか知らんけどサンバイザー被ってるとかさでも最後戦争みたいになっていく、はい、もうすごいよね。お二人の演技力もすごいし、まあただね、まず壁ドンするでしょ。で相手が VTuber で配信始まったって分かってんのに大きい音を出したりとか、隣の家に怒鳴り込んだりとか、でもまあそんなぐらいですか、やってたことといえばね。まずね、人の家の壁をどんどん叩く、まあこれはもちろん違法な有形力の行使として暴行罪に当たる可能性はもちろんありますし、もしこれで相手が心身をね病んで PTSD などになるようなことがあれば、そのまあそういうことも予期していればね、行為者が傷害罪になってなる可能性あるんです。傷害です。はい、そして相手の配信をね邪魔してるわけですから、これも業務妨害罪になるという可能性ありますね。まあ相手の方もね花火投げ込んできたりね、してましたよ。
もう犯罪まみれ、あのコントは犯罪まみれ、面白かったんですが、ラブレターズ失格。一番犯罪を見せられてたのかな。ただただ犯罪をいかに多く詰め込めるかっていうか、まあね、面白い、笑っちゃったんですけど、まあ、犯罪は犯罪ですからね。ということですね、本当はまあ2本目を見てね、結果を決めたいんですが、なんとですね、今残っているのがファイヤーサンダーさんだけ、だけということですので、キングオブコント2023優勝はファイヤーサンダーです。おめでとうございます、ファイヤーサンダーさん。おめでとうございます、ABC お笑いグランプリに続き2冠ということでね、さすが我らがファイヤーサンダー、キングオブコントも取っちゃったかと。これは崎山さんがもう頂点、頂点、頂点じゃないでしょうか。もう周りのコント師をこれからも引っ張っていってください、チャンピオンとして。あ、そうか、渡辺からは2組目だ、花子さんに続き。渡辺から2組もね、キングオブコントチャンピオンが出ると。僕もね、ちょっとこれに続けたばかり、 R1 グランプリ頑張ってやっていかないとなと思いました。さすがファイヤーサンダーさん。皆さんね、来年もコンプライアンスにだけは気をつけてね、頑張ってください。ファイヤーサンダーさん、おめでとうございました。ありがとうございました。